トップ乙女ピンポンズ名古屋安藤南選手です。安藤選手、まずは本日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今年最後の試合に勝利して連敗を止めました。今日の勝因を教えていただけますか？そうですね、1番のダブルスからすごい接戦だったんですけど、そこで勝っていい流れを作ってくれたので、チームとしても勝つことができたのかなというふうに思います。安藤選手は第4マッチで野村選手に勝利し、これでシングルスは10勝目となりました。今日のプレーを振り返っていただけますか？そうですね、私自身最近の試合の中で自分がリードしてて落としてしまうっていう展開がすごい多くて、今日の2セット目もそのような展開だったんですけど、最終セット自分が逆の立場になって思い切ってもうプレーするしかないなと思って、そこでできたので勝ち切ることができたので良かったです。今日の勝利でチームは7勝6敗と勝ち越しました。また年が明けて1月7日8日とすぐに試合があります。今後に向けての意気込みと会場にお越しの皆様へメッセージをお願いいたします。はい、今日今年最後の試合でしっかり勝ち切ることができたので、また来年いい状態で戦えるのかなというふうに今日思いました。今日もたくさんの方に応援していただいて、本当に皆さんいつもありがとうございます。また来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。安藤選手、ありがとうございました。ありがとうございました。